話しましたけど、今回の選挙で、当選できなかった極めて残念でありますけど、ただ、運動の輪はですね、前回、私、1年前に出馬したときと比較して大きく広がったと、考えております。そして、手応えも感じております。まだ最終結果は出ておりませんけど、結果的にはそういう結果になっていると思いますし、それから、ご覧の通り、我々の選対は市民選対で多くの市民の方がボランティアで参加された。そういう人たちが、それこそ、みんなで力を合わせてところを一つにして戦った選挙であって、その結果としては私は前回と比較して大きく善戦したというふうに捉えております。そして、これからの問題ですけど、市民選対というのは市民運動の延長線上の、選挙戦でありますので、これで終わりじゃないんですね。この後も引き続き運動を続けていく。さらに、その運動というのは、私たちが選挙で掲げた政策ですね、貧困をなくして福祉を充実させる、そして、原発をなくして、自然再生エネルギー、それから脱被爆、それから福島の原発の被害者を救済していく、そして憲法を守って、憲法改悪に反対する、こういう運動を引き続き、進めていきたい。でその、市民運動をさらに、これからも継続していって、その市民運動の中からですね、候補者を出していく、こういうスタイルはこれからも続けてまいりたいと考えております。で今回の選挙、もう一度言いますけど、1回目の選挙と比較して大きく前進したと感じております。そして、大変な前線だったり、負けはしましたけど前線であったというふうに考えております。